木の表面がザラザラですんで、このままではニスを塗るのに不適切ですんで、サンディングを行いたいと思います。まず180番で大まかに削って、全体を削ってからもう少し番手を上げて整えたいと思います。粉末がすごく出ますので、マスクをつけたいと思います。今こんな感じですね。粗いところだとこのくらいギザギザになってますので、ね、これを鳴らしたいと思います。180番でずっと削りましたら、このくらい、まず綺麗になってくれました。これをね、だいぶヤスリの跡がついてますんで、もう少し滑らかにしておきたいと思います。180番が終わりましたが、次は400番で削りたいと思うんですが、ちょっともう手がしんどくなってきたので、これを使いたいと思います。この先にですね、まあ電動歯ブラシみたいなもんなんですけれども、この先が回ります。これで削るという道具ですね。これで400番で削り終わった状態ですね。結構綺麗になりましたね。これならもうニス塗りしてもいいかなって感じですね。それでは、こちらのサンディングも終わりましたので、これと取り付けたいと思います。ちょっと重しをつけて、重しをこう置きまして、よいしょ、これで1日ほっといたら OK だと思います。